パート2へようこそ。手話つさのさんのアシスタントを務めている村上です。本動画は甘い話に惑わされるな。副業掲示板に出回る怪しさマックスの仕事5選とはのパート2です。パート1では第3章、具体的に掲示板で紹介されている怪しい副業5選までお話ししましたね。それでは続きからご覧ください。第4章、怪しい副業の共通点。怪しい副業は簡単に見極めることができる。怪しい副業を見極める5つのポイントをお伝えしましたが、怪しい副業にはさらに共通点があります。その共通点とは、登録や利用にお金を払う必要があることです。こういった怪しい副業では、登録料や準備金と称して、まずはじめにお金を請求してきます。少し支払えば大金を稼げる。副業詐欺の多くはそんな心理をついてくるのです。金銭を要求されるようなサービスは基本的に情報商材詐欺であるケースがほとんど。どれだけ割の良さそうな副業でも、もし利用料を支払う必要があると言われたら、利用するのを控えた方が良いでしょう。第5章では、どうやって副業を選べばいいの？こうすれば怪しい副業を見抜けます。最近ではクラウドソーシングが流行っていて、フリーランスを目指す多くの人がランサーズやクラウドワークスを利用しています。クラウドソーシングの仕組みについてはこちらの動画をご覧ください。テレビでも取り上げられるほど今注目されています。動画タイトルは今生ランサーズです。クラウドソーシングで代表的なサイトがランサーズやクラウドワークスです。まずはランサーズ。ランサーズでの仕事の探し方を動画でも解説しているので、合わせてご覧ください。動画タイトルはズバリランサーズでの仕事の探し方です。こちらも本サイトにお越しくださいまして、プチッとクリックくださると動画を見ることができます。クラウドワークス。クラウドワークスの使い方を動画でも解説しているので、合わせてご覧ください。動画タイトルはクラウドワークスの使い方、基本操作説明です。ランサーズとクラウドワークスの応募方法。以下の画面はランサーズやクラウドワークでお仕事を探す際に見るカテゴリーです。簡単作業、開発、デザイン、ライティング、ネーミング、アイデア、ホームページ制作、ウェブデザイン、翻訳・通訳サービス、サイト運営、ビジネス、プロジェクト、保守運用メンバー募集、その他。この中から自分が得意なカテゴリーを選択し、募集された案件に応募できます。採用されたら仕事を依頼してもらい、仕事が完了したら報酬がもらえます。仲介として間にランサーズやクラウドワークスが入っていますので、安心してお仕事ができます。もちろん稼げますが、簡単に稼げると聞かれれば答えはノーです。ですが、普通の仕事と同じような意識でしっかり取り組むことで、サラリーマンの月収以上稼いでいる人もいます。そして一番のおすすめ。簡単に稼げることはないと聞いてがっかりしてしまったかもしれませんが、副業の中には素人でも稼げるものがあります。それが背取り（転売）です。背取りという言葉を聞くと、悪質な転売をイメージする人も多いですが、お家にある不要品をフリマアプリで販売するのも背取りの第一歩になります。フリマアプリで不要品を販売した場合、最短で5日くらいで手元に報酬が来ます。いろんな副業がある中でも、再現性、何度もできるっていうことですね。即金性、すぐお金になるということに関しては群を抜いてトップと言っても過言ではありません。よくあるネットビジネスの中にアフィリエイトがありますが、今やトップのアフィリエイターの中でも一番最初に始めた副業は背取り（転売）という方も多いほど人気です。自分で稼ぐ最初のステップとして、背取りは商売に関する多くの知識も学べますし、やらない理由が見つかりません。こちらでは、転売向けにおすすめの商品を紹介していますので、合わせて読むことをおすすめします。ポイント、超必見。転売（背取りでおすすめの儲かる商品18選を大公開。こちらも当サイトにお越しくださいまして、プチッとクリックいただけますと、記事をご覧になることができます。第6章、まとめ。怪しい副業情報にはくれぐれも注意を。怪しい副業は副業掲示板だけではなく、インターネット上のあちこちに落ちてますので気をつけましょう。それこそ Twitter や Instagram、LINE など身近に使用する SNS でも出回っているのも事実です。この動画では見極め方を紹介しています。こちらの動画、タイトルは怪しいビジネスとそうではないビジネスの見分け方です。彼らは言葉巧みに勧誘するので、ついついその甘い話に乗ってしまいそうになります。騙されないためにも常に頭の片隅にでも楽して稼げる仕事はないという言葉を置いて意識しておきましょう。こちらの記事では副業に成功する人と失敗する人の特徴をまとめました。成功する人には特徴があります。こちらも合わせてご覧ください。ポイント、知らなきゃ損。脱サラで失敗した人の5つの特徴と成功する5つの秘訣とはです。こちらもプチッとクリックして記事をご覧になっておいてください。副業掲示板に出回る怪しい副業に騙されず、まっとうな副業を始めてしっかり稼ぎましょう。という佐野さんの言葉をもちまして、以上でこちらの記事は終了です。またさらに詳しい情報を手話佐野の公式 LINE @で配信しています。LINE にご登録くださった方には、なんと今だけ期間限定で無料で儲かるお宝商品リスト20選もプレゼントしています。ぜひ LINE にご登録くださいね。最後までご視聴くださいましてどうもありがとうございました。お疲れ様でした。